はい、皆さんこんにちは、シュナタンです。はい、今回はですね、 H&M と ZARA の購入品を紹介していきたいと思います。今回そこまで量はないんですけど、これから活躍してくれるものばかりなので、ぜひ参考になったら嬉しいです。よかったら最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあまず H&M から紹介していきたいなと思います。 H&M は1点のみなんですけど、こちらのパーカーを買いました。そう、飛んじゃうかな、光が。こんな感じのジップパーカーになっております。このフーディーなんですけど、私があのロンドンの Vlog を上げたと思うんですが、その時にも着ていたもので、すごくたくさん質問をいただくんですね、このパーカー。このアイテムもうすでにあのサイトにもなく、ゲットするのちょっと難しいアイテムにはなるんですけれども、あまりにもちょっと質問が多かったので、今回ちゃんと動画で紹介しようかなと思いました。割とサイズ感的には大きめなパーカーで、これもともとメンズアイテムだったかな、まあユニセックスでもちろん着れるものではあるんですけど、メンズアイテムみたいな感じであった気がします。これがね、一応コラボの商品で、 H&M とジャン・ミシェル・バスキアとエル・ブラバド・テラダモーレのコラボアイテムです。ちょっとごめんなさい、正確な名前があんまり分からなくてあれなんですけれども、 H&M とのコラボなので結構価格も低くて、これも6000円しなかったかなぐらいでゲットしたパーカーです。めっちゃ可愛くない？これ本当に、もうまずカラーがめっちゃ可愛いんですよ。なんかミントブルー、ミントグリーンではなくミントブルーなんて言うだろう、カメラで見るとちょっとね、光が飛んじゃってて水色っぽく見えると思うんですけど、若干ミント要素があって、ほんとチョコミントのミントみたいな感じかなのカラーで、すごい爽やかな感じで、とっても可愛くて、このカラーが。あんまり私こういったカラー持っていないんですけど、これはデザインもすごく可愛くて気に入ったのでゲットしました。前には刺繍がこんな感じで、ホワイトの糸かな、ブルーホワイトぐらいかな、ホワイトで刺繍が入っていて、この袖のあたりだったりとか、もう裾の部分、リブが使われてる部分がちょっとダメージが入ってるんですよね。そこもすごく可愛いなって思うし、私何サイズにしたかな、結構ね、あ、S だ。S でもすごいビッグサイズで、ダボっと着れるパーカーなんですけど、形が本当に綺麗なんですよ。このリブ、裾のリブが割と細めになっているので、なんかこう、ただただダルっとした感じじゃなくって、ちょっとこう、もたっと膨らみが出るというか、そこが結構気に入っているポイントですね。あとはダブルジップ。下からも上からも開けれるっていう、ダブルジップのパーカーなので、自分のこう好きなシルエットで着れるっていうのがすごくいいなって思いました。ちなみに裏起毛なので結構まああったかいかなと思います。最近の割と大当たりアイテムかも、結構着てます、もうすでに。ということで H&M はもうこの1点のみになります。ちなみに、ね、本当にどうでもいい話かもしれないんですけど、久しぶりにちょっと眉毛をね描いてみたんです。どうですか、なんか久しぶりに描いてみると、なんかやっぱちょっと違和感っていうか、なんだろう、やっぱ眉毛ってすごいですよね。表情が全然変わりません。いつもとちょっと違う感じで、すごい不思議です。自分でもあれ、こんな顔だったっけって思いましたはい、ということで ZARA の購入品に移っていきたいと思います。まず1点目がこちらのトップスをゲットいたしました。これはそうですね、ベロアっぽい感じかなのトップス、ブラウンのねトップスなんですけど、まあ、タンクトップではあるんですが、私はこれになんか重ね着とかをして着たらいいかなと思ってゲットしました。もちろん1枚で着ても可愛いと思うんですけど、これからの時期はレイヤードアイテムとして楽しめるかなと思います。結構これシンプルというか大人っぽくないですか。どちらかというと綺麗めなアイテムというか、シルエットもねちょっとくびれた感じになっていたりとか、首元も割と詰まっていたりとかするので、ちょっとこうクラシカルな印象が出ると思うんですけど、最近ちょっとそういったアイテムも集めたいなと思っていて、私が前に動画出した秋冬のトレンド予想の時にもチラッと言ってたかなと思うんですが、ちょっとなんかこの秋はクラシカルな雰囲気じゃないけど、大人っぽく綺麗めなアイテムも着ていきたいっていう風に話したと思うので、そういうスタイリングに合いそうかなと思って今回ゲットしてみました。ほんのちょっとだけペプラムっぽい要素が入っていて、本当にお上品な印象のコーディネートにも合うかなと思ったし、ブラウンでちょっとこうしっとりとした感じの生地っていうのが、個人的にはウエスタンっぽい格好とかにも合いそうかなと思っていて、カジュアルなシャツとか
レイヤードしてきたりとか、これにデニム合わせてあげてウエスタンブーツとかでも可愛いかなって思うし、そういった感じでも着られそうかなって個人的には思ってます。生地自体はこれ伸びないんですけど、後ろがチャックになっているので、ここで着脱ができるようになっております。そのままでも着れないか、さすがに着れないか。今季はちょっとまあタイトめなシルエットが個人的には気分だったりはするので、これにボトムはなんかショートのパンツだったり合わせて着たりとか、あとはまあタイトなストレートジーンズとかフレアパンツとかブーツカットのパンツとかと合わせて着ても可愛いかなって思ってます。まあ本当にこの生地感がとっても秋っぽいというかアイテムなので、一気にこう季節感は出しやすいかなっていう風にも思います。そして続いて2つ目がですね、じゃじゃーん、こちらのシャツをゲットいたしました。こういった感じのブルーのシャツなんですけど、これちょっと軽めのなんかシワ加工というかが入った生地になっていまして、すごくカジュアルに着られるシャツです。でちょっとボタンが開いちゃってるから分かりづらいんですけど、これボタンを閉めるとシルエットがちょっとねくびれたような感じになるんですよ。シャツっていうと割とこうオーバーなものとかが多いと思うんですけど、結構これはねタイトめなシャツになってて、このシルエットに私は惹かれました。大きめのシャツは何枚か持ってるけど、こういうピタッとした感じのシャツはあまり持っていないので、また違ったスタイリングが楽しめそうかなと思ってます。閉めるとこんな感じですね。わかるかな、ちょっとくびれてるのわかりますかね。フロントのところにこうタックが入っていて、結構キュッとここで絞られている感じです。なのですごいスタイルも綺麗に見えますし、私今回本当にピタッとタイトに着たいなと思ったので XS を買ったんですけど、まあ、S でも良かったかなっていう風には思いました。袖の長さもしっかりあります。で私このシャツはさっきのトップスと合わせたいと思って買ったんですよ。ブラウンとブルーの組み合わせってめちゃくちゃ可愛いんですよね。個人的にはすごく好きで、で、まあ、こう襟もついているので、さっきのトップスとこういった感じで合わせてあげたらめっちゃ可愛くないですか。こんな感じ超可愛くない、綺麗めな印象もありつつ、でもこのチェックがなんかカジュアルな印象もあるので、いい感じのバランスで綺麗になりすぎなくてすごい可愛いなって思ってます。何よりも本当にこの色合いの組み合わせが超ドタイプで、本当はここのね下からちょっとチェックの生地が見えたりとかしても可愛いかなと思ったんですが、ちょっとトップス、この上のトップスの丈が長かったかなとも思うんですけど、なんかちょっとミュウミュウっぽくもないですか。ミュウミュウのコレクションとかで着られそうな、これにミニのスカートとかで大きめのクラッチバッグみたいなの持ってスポーティーなラインソックスとか入ったりとかしてこの組み合わせがねやりたくてゲットしました。大当たりだったこれ。そして続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。このシューズもめっちゃ可愛くて一目惚れでゲットしました。まあ、バレーシューズっぽい感じのシルエットかなシューズなんですけど、結構スポーティーなデザインで可愛くて気に入ってます。こちらもあとこの色味がね、もう今季超着ているトレンドカラーの、まあ、チェリーレッドと私は呼んでるんですけど、いろんな呼び方もちろんあると思うんですが、このレッドちょっとなんか紫がかった深すぎないボルドーみたいな感じのレッドで、このカラーマジでこの秋は本当にトレンドのカラーなので大注目してるんですが、それがこうラインというか部分的に入ってたりとかしてめちゃくちゃ可愛いんですよ。これ本当になんかもうみんな上靴これにしたらって思っちゃうぐらい可愛いかも私はちなみにいつも25センチを履いてるんですけど、ザラで買うときはいつも39を選んでおります。これもね割とぴったりな感じでした。履き心地も結構良くて、使われてる生地がほぼほぼ柔らかい生地なので硬くないので全然、だからなんか履き慣らす必要とかもそこまでないかなと思うぐらい最初から割と履き心地はいいと思います。本当に可愛い。これソックスとか合わせてね、タイツとか合わせて履きたいなと思います。はい、では続いてアクセサリー類に移っていきたいんですけど、結構私ザラのアクセサリー好きでいろいろゲットしたんですが、今回もまず
じゃじゃん、こちらのバングルをゲットしました。これめちゃくちゃ可愛いんだよな。私本当に最近バングルにハマっていて、結構集めてるんですよ、いろいろで。いつも私がつけてるシルバーのねバングルがあるんですけど、それはアマゾンで買った本当に簡易的なものだったりするんですが、夏っていうのもあったので結構バングルハマってたんですけど、まあ、この秋もあんまり見える機会は少ないかなとも思うんですが、まあ、でもタイトなお洋服着た時とかはこの上から、洋服の上からこうやってしてあげても可愛いので、これも使えるかなと思って買いました。ちなみにこれ2つセットで売ってたんですけど、一番いいなって思った点が、私このね手のひらのここの幅、ちょっと名前存じ上げないんですけど、さすがにここの幅は、この幅がね広いんですよ、すごく。で、大体ほぼほぼなんか売られてるバングルとか、繋がってるバングルあるじゃないですか、本当にシュッてはめるだけみたいな、ああいうの大体入らないタイプなんですね、私。で、いつも可愛いなと思ってもそこが入らなくて断念するものとかも多いんですけど、このバングルはねこういう風に開いてくれるので本当にありがたい。こういうタイプじゃないと私つけられないんですよ、ほぼほぼ、悲しいことに。でも結構ね緩いので、知らぬ間にこうパカって開いちゃったりするから、その時に身が挟まれちゃったりとかしてたまに痛ってなるんですけど、入るだけでありがたいので、とてもラブです。これは嬉しい。まあ、来年の夏ぐらいとかまたこれ使っていろんなスタイリングするの楽しみだなとも思います。なんか最近バングルも、わかんない、なんだろう、私が普段今まであんまりしてなかったアイテムなので、だから新鮮に見えるからなのかわかんないけど、すごい最近気になるアイテムなんですよね、個人的に。結構まあでもピンタレストとかでもこういった大きめのバングルとかしてる人最近見るような気がして、気になってるアイテムなんですけど、ザラでいいのを見つけて買いました。ここまで太いのって本当になかなか見つからないので、これも結構当たりアイテムです。そして続きましてが、じゃじゃん、こちらのネックレスでございます。これ2つセットのネックレスなんですけど、まずこっちがねコードネックレスで、こんな感じでゴールドのボールがピューピューピューとついております。これは結構長めなんですけど、こういう感じで、今ちょっと分かりづらいかな、こう首になんかストールを巻くみたいな感じで、こういう風に何周かしてあげてつけるタイプのネックレスです。これとセットで、これがね可愛くて私買ったようなもんなんですけど、じゃじゃん、見てこれも可愛すぎない？本当に私このカーボイブーツのシルエット、なんだろう、なんかすごい惹かれるんですよ。もちろんカーボイブーツ、ウエスタンブーツ、本物というか普通に履くのも好きですし、こういうモチーフとかもすんごい大好きで、わかるかな、星のチャームとかもこういう感じでところどころについてたりとかして、もうドタイプすぎて速攻ポチりました。これはこういう感じで一緒につけるとねまた可愛いんですけど、本当にもう分かりづらくて申し訳ないんですけど、こういう感じになります。長さ調節できるようになってるんですけど、結構ロングなので最長だとこのぐらいまで伸びてくれるんですけど、結構洋服によって本当に合うネックレスの長さとかって変わってくるので、調節できるのはありがたい。最短だとこのぐらいですね。全然やっぱ変わりますよね、印象が。最近私こういうちょっと大きめのモチーフがついたネックレスもつけることが多くて、ヨーロッパに旅行行った時に買った、スペインのマーケットで買った星っぽい形のなんか大きめののがついたシルバーのネックレスもあるんですけど、それもすごいつけてたりとかして、なんか1個ボンって大きなものをつけるみたいなのも結構好きなので、そういう感じでも使えそうかなと思って、もちろん別々で使えるからどっちかだけつけることもできるし、いいなと思って買いました。これは本当に買ってよかったアイテムです。ちょっとこういう癖のあるものとかはあんまりやっぱりね何万円とかしたにしても買いづらいというか、なんかその一時のときめきかもしれないし、なんか一生ものっていう感じではない気がするので、そういうアイテムって、だからザラとかで本当にプチプラにゲットできるのがありがたいです。続いてでラストなんですけど、じゃじゃーん、こちらのリングでございます。これね2つセットのアイテムなんですけど、これもすごい可愛くて、最近私このリングよくしてるんですけど、こんな感じの本当に大きめのストーンがついた、ちょっとなんかヴィンテージっぽい感じのリングになっております。めっちゃ可愛くない？この感じ大好き、私この感じ。なんか本当に大きいから
だいぶ邪魔にはなってくるんですけど、重たいし、けどやっぱりこの可愛さにはかなわないなということで買っちゃいました。本当にこの色も素敵ですし、最近私シルバーのアクセサリーに結構ハマっていて、よくつけるのでシルバーが使われてるっていうのも個人的には推しポイントです。私結構アクセサリーは昔から波がすごい激しくて、ゴールドの気分の時とシルバーの気分の時みたいな、結構ね差が激しくて、割とどっちかに偏るんですけど、今はねシルバーの気分ですね。このリングは結構直接会う人たちとか直接会う人まあ知り合いとかお友達とかに褒めてもらうことが多いリングです。めっちゃ可愛いそれみたいな、どこのって言われて、えザラのやつなんだよって言うと、みんなえーって言うんですよ。ザラにこんなのあるんだみたいな感じでみんな結構言うんですけど、そうザラで見つけて、これも割と即買いでしたね。一目惚れでゲットしました。はい、ということで以上が今回の購入品でございます。全体的に今そこまで量はなかったかなとは思うんですけれども、全部本当に結構当たりなアイテムばかりだったので、ぜひチェックしてみてください。皆さんも最近私こう海外の通販で買うことが結構多くて、あんまり前よりはザラをね見なくなっちゃったなっていう感じなんですけど、やっぱり久々に見たりとかするとすごい可愛いものもたくさんあるし、私は基本的にオンラインで見ちゃうんですけど、見やすくて、なんかやっぱりそのオンラインでのモデルさんが着用してる感じとかも見れるから、なんかイメージがつけやすくて、結構ねもうお財布の紐がゆるゆるになりますねもうポチ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 とオンラインで買っちゃいますが、すごく可愛いアイテムたちをゲットできたので大満足です。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。